誰が家に入り込んだかと思ってびっくりしました。ああ、なるほど。突然始まりました。こんばんは。パパと味見だね。そうですね、今夜中に単行本作業を終わらせればいいんですけど、ただちょっと直さなきゃいけないところがね、直さなきゃいけないところがちょっとあって、本文っていうか内容のものでそこまでちゃんと手が回るかどうか、藤の吹雪も書かなきゃいけないしな、大変なんですけど、
そうですね、この単行本が始まる時点では、文化で長老もまだ登場してないので、登場人物紹介には書かなくて済むという。文化で長老が空気を読んでくれましたね。書かなきゃいけなかったら、また時間がかかったんですけど。ちょっと顔ね、入れるんであれば顔だけとか、さすがに全身入れたりはできないと思うんですけど、まあ、入れる手を書かなくて済むなら、それは本当に、いくらでも時間かかっちゃうから。そうですね、本来は「ムカデ長老」を倒すところぐらいまで単行本すんげえ分厚いのにしてくださいよって言っちゃうんですけど、さすがに定価も変わっちゃうし、まあやめた方がいいでしょうって、おとなしく分割した方がいいでしょうっていう、すごくもっともな話でまとまりました。十八巻もすぐ出せますね。なんか、あれですね、一説によると、一説によると読者の方から教えていただいた感じだと、もう今20巻の中盤ぐらいまでいってるのかな、内容的に。20巻分ぐらいまで溜まってるって。3冊同時発売とかしちゃいましょうよみたいな話はしてたんですけどね、できるかどうかは分からないですけど、そのためにやってる部分もあるし、まあ、単純にアニメのミーティングのために頑張ってる部分もあるしですね。作業が大変ですね。とても大変そうですね。
Thank you.
ああ、研修年は一度なったことありますね。それ以降はなったことないですけど。研修年はね、まあ、あれ、力加減の問題ですからね。ドラマ CD、なんか、この光と、そうですね、アシュラカブトのマッチングがあったって聞きましたけど、この間、ドラマ CD 届いたんで、ね、ちょっと聞いてみますよ。まだ聞いてないと思うね。クロちゃん、めちゃくちゃ強いですもんね。なんかこう、マッチングの順番でもやっぱ強さのなんかイメージというか印象が全然変わっちゃいますもんね。クロチがどれぐらいの強さかっていうところでもまたちょっと変わってきちゃうし。その後戦うプロちゃんああ、中国製埼玉の武器と埼玉のやり方。ああ。いいですね。リズナー先生とかね。リズナー先生かよって。あんな聖職者がいるかよみたいな。地方の先生だろうって。
緑川さん、緑川さんもダメでした。確認せねば。一応サンプルではこれ聞いてたんですよね。お母さんも超ベテランの方ですよね。
ドラゴンボールの映画か。ドラゴンボールはアニメは見てなかったんだよな。ブロリーとかも知らないんですよ。ブロリーの映画がそんなに面白かったかな。本物と言って差し支えないような感じですね。
まあ、全部本物なんだけど。
Thank you.
ちょっとだいぶ終わらせないと。やばいんだよね。もう11日だよ。おめでとう。
それをすべて彩る。いや、ここはモノクロですね。モノクロ。This is モノクロ。モノクロパネル。なかなかな見開きが多いんで、大変ですわ。
ああ、これ白い雰囲気じゃなくて、これ一応服黒くしようと思ってるんですけどね。白い方がいいかThank you.
のシーンはどんなシーンなんですか？なんでしょうね。よそ行きで。どこ行こうとしたんですかね。ちょっと眠い。ちょっと2時間ぐらい寝ていいですかね。すみませんが、ちょっと寝ます。また起きたらすぐ作業を始めますので、続きが見たい方は、一緒に仮眠取って、2時間後に、また戻ってくる。よろしくお願いします。また後ほど2時間という名の9時まで、なんてこと言うんですか。なんてこと言うんですか。そんなデザインを何そかけるじゃあ。休みます。じゃあどうもお疲れ様です。今日はもうちょっと顔にできない。
れ様です。非常ベルみたいなベルが鳴る目覚ましが買ってあるので、2時間後に叩き起こされると思います。じゃあおやすみなさい。